まあ、銭湯、体力、どうですかね、うん、図書館、あでも図書館行くも行く必要がないのか、そうだね、まあ、ガンダーでもいいですし、ガンダー行くか、ガンダー行くか、うん、はい、なんかくれるよガンダー可愛いし、くれるもんね、くれるな、おおいいよ、いいじゃないですか、打撃レベル2になる、アンチ魔法人、アンチ魔法人データを魔法人で買え、データを魔法人をやる子なんだ、でもね、盗塁に弱いんだ、そうなの、なるほど、ほーなんかいいっすね、これは面白い、いいっすね、うん、上層とかに弱いね、上層高校、あ実際のは総力上げた方がいい、ね、あと攻撃とか、うん、なるほど、いい情報、アバは早い方に入んのか、まあ、D で早い方に入る、スーパーカトリオンね、そんないいもんじゃないの、誰か誘えってこと、いや、いましたよね、確かに、確かに、もう一人、探そう、探しましょう、それはスーパーといえばなんかボケだったな、そうそうそう、この2人が学校でも早い2人なの、スマホのデータなくなっちゃった、最悪だ、変な、あ、でもまあ謎のイベント手にも見つかりもしないし、うん、休みなんだったら休もう、休みたいっすね、これどうすればいいの、自分の部屋とか自分の部屋に行ってみます、あ、いいじゃないですか、おー、いいっすね、お、新入部員、あ、ここで入ってくる、誰かいいやつが、ここで足早いやつ入ってくる、若林違うんだ、ファースト岩木、顔が違う、顔が違う、顔が違う、お前の顔は違う、お前の顔も違う、やる気がない、お前の顔じゃない、あ、違う、これも違う、あ、違う、あ、違いますね、あれ、あ、以上か、いや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 、うん、なんかなんかいい、期待できねえな、期待できないですね、あ、一瞬、はい、俺らが頑張るしかないか、俺、はい、守備練習する、あ、なんかもらったんですよ今、あ、そう、打撃練習あげましょう、先にね、うん、今守備よく遊び、守備練習よく遊び、守備練習にレベル5だもん、おわすげえ、あ、しかも矢部くんなんか光ってません、ほんとだ、もしかしたらあれ出るかも、友情だって、お、来たー、来た来た来た、めちゃくちゃいい、いいねいいよ、いい、3年生一発目でもういいっすね、発動した、お、いいし、一瞬ですね、うわ、いいね、最高、じゃあ、やべえいるときは絶対行こう、絶対行きましょう、守備練習、ま、こいつまだいんのかよお前だ、え、だって4月だよ、ロフに、っていうことは、留年してんだよこいつ、10年ぐらい前からいる可能性ある、もう来ないでくれ、辛いな、いやいや、まあ確か部員全員思ってるかもしれないです、どうなんだろう、どうする、応援しなきゃ、まあ気持ち的には応援しなきゃ、もう来ないでください、ああ行こう、はいはい、それじゃ、おい、最悪だな、こいつ懲りねえなお、なんだ、え、お、あ、危なかった、タメ口ハヤテ、なんかライバルっぽい、こいつ早いやつだな、なに、お、すばしっこいな、探してた早いやつ来たぞこいつだ、え、一緒の高校なんですかね、わかんない、食べ口、そうでしょ、きっと、お、
ケてた。スーパーなんとかドリアン。めちゃくちゃボケてる。サッカー部どうだろう。サッカー部だと思う。いないのね。おー、来た来た。1年でしょ。あのさ、お声がいいね。声いいっすね。いやでもいいっすよ。え、コナン君の声やろ。なんか誰かの声っぽいっすよね。タメ口の経験評価値、こいつぜひとも入れたいな。タメ口入れたら多いか、うん、一番センターな感じ。お、カノンちゃいましたよ。カノンちゃんと、よしよし、でも大丈夫ですか。やべ、これないっすよ。筋力どうだったら、あれだもんね。カノンちゃんは別で筋力多いから筋力いこうか、はい、はい。お疲れ。あら違うんだよな。ごめん、ごめん。いやもうほんとごめん、ごめんな、ごめんな。体力の回復が大事なの。お、来た来た。こいつを入れよう。入れたい、あいつ入れたい、うん、どうやっても入る、お前。あ、どうすか。うわ、どっちかっすね。お前ならレギュラーだかマネージャーが気に入ってるんだ。更新に行けるからないんじゃないですか、うん、この上か下、上か下だと思う。いや、マネージャーだって関係ない、うん、あ、意外とあるかな。意外と最初から出てるから、なんか一回これやってみる。意外とあり…どうすかね。行ってみよう。行ってみますか。おぉじゃな。うわ、うわ、マジか。あ、でも…あ、でも評価上がった。お、付き合おう。もうここで告白しよう。ここで告白だ。パラッパラッパパパラッパッパー。え、よ、あれ、でも、まあさ。お、おお、またね。え、なんでまたね。いや、違うって。ちょっと待った、行きましょうよ。ちょっと待った。さっきの…あはは、私…お、おら、おお、やったー、最高、クリアー。違う違う、そういうゲームじゃないんです。違うんだ、女の子と付き合うゲームじゃないんで。これは家庭に過ぎない。いいっすよ、これはでかい。彼女できた。あ、いや、これはでかいぞ。幼なじみだったお前が誘え。いいか、力の差を見せた。こっちの力をその層を見せないといけない。じゃあ、なんかあれや、ていうか得意なもの。お、お前アホなの。なに、お、ほんとだ。大丈夫かな。野球で勝負ですよね、そりゃ。国力、いや、圧倒的な差なんすよ。じゃあ野球、野球でいこう。これはだいぶ有利ですよ。お、何、お、こいつ単純だな。負けたの。え、ダメなの。うわ、え、体力がなかった。なんでのこと。うわー、マジか、体力が足りなかったのか。お、これはでかい。
これ赤ボンは嫌だな。行かないっすよ。行かないっすって。赤ボンこれ行くか。それ行きましょう。赤ボンであれなのかな。え？怖い。襲われる。開けてみっか。やった方がいいかもしれないですね。踏んじゃない。ああ、よかった。トルマリン。あ、なんか良さそうじゃん。そうですね。カラスの評価が怖い。でかいでかいでかい。でかいんすか。トルマリンリング見てみますか。見てみよう。これですよね。うん、めちゃくちゃ頭良くなってる。野球じゃなかったのか。ああ、試合だ。装備だ、よっしゃ。装備だ。どれだ。下の方。あった。おお、いいじゃないですか。すめちゃくちゃいいじゃん。これでもつけるのかな。つけてるってことか。丸押せないな。丸押せない。つけてる。よし。あ、もう横にいるよ。ほら見て。本当だ。本当だ。もうよくアップしてきますか。関さん。お、めっちゃ上がりますよ。で、走塁 C にしておきます。走塁もちょっと上げて。あ、C いけんじゃん。いけるか。いける。いける。よっしゃ。いいね、パワーも上げてきますか。守備とかもな、いやもうちょっとやったらじゃない、もう、そうっすね、夏の大会とか入れば結構もらえるから、その時に守備上げてると、ね、じゃあこれでいきますよ、うん、これからでいいですか。いいよ、いいよ緊張するわお、廃墟高校との、もう、もう、打順上げて、3番ぐらい、1番がいいな。1番ありますかね。何番、9番はないでしょ。でも3番じゃないか、もう一気に4番か。4番 ?8 番ちょっと上がった、評価低いな、この入り方だもんな。そうですね、こいつがクリーンアップはないな。うわ、怖えな。うわ、いけるか。おお、ナイス、いったでしょ。これ抜けたでしょ、抜けた、オッケー、ナイス。よし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 、いいぞいいぞ、よし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 、これ俺もう安心、打たなくても大丈夫です。いや、打ってください。あ、ちょっと負けてますよ。ランナーいるぞ。松田さん、返しましょう。ワンアウトですから、チャンスを広げて。落ち着いてる。お、見えてますよ。見えてる。いや、めちゃくちゃ惨しめちゃくちゃ惨しごめん、ごめんよ。大丈夫です、大丈夫です。 あ、同点をついてる。早い、こいつ強いな。おー、見えてる。ナイス、ナイマッチ、ナイマッチ。変化球を、いいっすね、前に合わせたね。お、勝った、やったー、よーし、ナイス。いや、いいっすね、打ててる、打ててる、うん、3打数2安打、いいっすよ。みんな打点欲しかったな。じゃあホームラン打てこれなんかみんなの能力も上がってきてるんじゃないですか、ね、結構。一回見てみる、ヒョウ。そうっすね、一回。ちょっと気になるね、これどうします。一回第一、第一行ってみる。こいつ行ってみますか、うん、なんか記憶戻すきっかけになるかもしれない。いや、で、いいですよ。そうか、そうっすよね。これ大吉の店、スポーツ屋。ああ、いいじゃん、頭いいやつ。もう100になってる。ほんとだ、めっちゃ頭いいじゃん。お、しかもちょうど来た、めっちゃいいでしょ。お、センスでかい。お、でも変化球とかめっちゃ上がってますね。ほんとにね、落下セイバーがすごい。あの星は何なんだろうね。ね、なんか全部の能力のあれかな。こいつ強いんだよ。うわ、いいコントロールですよ。すげえな。ただスタミナ D だからね。あれだと。抑えですね。あ、いいねー。強い。え、もうここがもうプロ野球みたいな感じ。うわ、こいつすげえ。あ、でもヨロズが、ヨロズじゃん。バンバン。ヨロズ。B っすね、やべ良さそうじゃん、やべいいと思うよ。あー、まあ総力がスーパーカーと、まあ、B あるもんな。なるほど、
よし、あいつ入れよ。あいつ入れて練習します。練習しよう。まあでも、結構ギリだよ。さっきので入れなきゃダメだったんだよ。どれいきましょう。どれが足りないんでしたっけ。守備も足りないですよね。やっぱ守備力、あの守備系の技術とかが足んないね。ここから守備力とか上げるんだ。でも筋力も上げといて。筋力いきますか。よ、こいつも番よし。よろつけよ、自分でよろつけよ。リアルだな、なんか。ゾウがリアルだ。ゾウのシワ感リアルだ。急に。何が？そう、そうそう。ああ。まあまあ。ねえねえ。屋上的な。キリンはあれ乗り越えられちゃうぜ。サファリパーク。ありがとう。あ、あれ大丈夫？これやる気を下がりそう。楽しい感じだ。やる気下がったまあでもまあまあまあ練習、お、ああ16怖えな。いや16は大丈夫と思いますけどね。ほんと？いくよじゃん。いやでもこれすげえアップすもんね。いやまあまあ、お、しかもまた、いやそうそうそう、そうか、やめるときはずっと。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。大丈夫、勝ったり勝ちましたね。やっぱこの積み重ねですよ、パワープロは。そうだ、そうだね、はい、どっか攻めないとね。これは行った方がいいでしょ。そうですね。ちょっと自分の部屋に呼んでる。まあそう、ちょっと怖い怖い怖い、大丈夫、ちょっと大丈夫かな。自分の部屋に置いたまま図書館行くっていうね。ね、すごいですね、それそれ行きましょう。自分の部屋から誘うってこと。あ、そういうことか。よし、いいぞ。うわ、うわ、あいつ入んなかった。入んなかった。じゃあ、うわ、悔しいね。うわ、すげえ上がるよ。ミート上げますか。パワー上げ、パワーシーン乗せますか。ミートも ED までいけんじゃないですか。いかないか。いかそう、ギリ。ちょっと、総合的なもの。確かに、権力も出てるか。権力、権力、肩力って言いました。肩力、肩力。まあまあ、いいし、いいし、し。どう？で、いいんじゃない？はい。うん、よし、じゃあ行くよ。よし、行こう。いい選手だよ。俺いい一打席目。いい。大丈夫ですよ。緊張しないでしょ。予選。負けたら終わりか。そっか、夏の地区予選負けたら終わりなんだ。ラグナーロク？うん、あ、おお、うん、うわ、はーい、勝てるよ。負けてたまるか。あいつ鉄の方向に、やっぱ強そうだわ。日野雄太郎、日野翔平の息子くん。めっちゃかっこいい。勇者日野だ。なんか強そうだな。自分の苗字日野だったら超いい。日野濃いな。まあでもこれ、そうだったよ。1回戦だから可能性あるね。可能性ある。チャンスですよ。チャンスだよ。チャンスですよ。加賀さんお願いします。軽い球。うわ、え、やば、いったんじゃん、いったんじゃん、いった。あー、よし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 、よし、2打点でかい。オッケー、でかい、でかい、でかい、もうナックルでしょ。ナックルよ、これはでかい。お、またチャンスだ。3番目、これかな、これな。うわー、やったー、やばー、あー、すごい、すごい、やばー。でもこの大会で合わせてったから、めちゃ気楽っすわ。超活躍すんな。めっちゃ気楽だな、これ。8番に置いとくなよ、これ。うわ、スクリューマンだ。おお、よっしゃ、いけ。ほんまに、いけ、いけ、早い早い。よし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 、2塁でいける。これ6本とかなってんのかな。いや、なってないですよ。なってない、なってない、合わないの。あ、俺らの腕か。そうだね。お、またチャンスですよ。ここ追加点欲しいところ。
うわあ強えこいつ。高速進化。メスです。ああだめだめ。普通に9位に押されるっていう。まあまあ勝ってますか。よし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 。これは大活躍。うん。これはめっちゃ評価上がるでしょ。はい。いいぞ。ここのやっぱ試合でもらえるポイントってでかいんだよね。うわこれでかいよ、ね、めっちゃ上がる。これはでかいっす。ここからはこれを大事にしていこう。オッケー。初戦突破。あれ。え？あれ？なんで？え？貧血。貧血か。どう。わあ、よかった。初戦突破ですね。よし、この調子でいこう。はい、はい、はいはい。またもらうのか。そうっすね。か、自分の部屋であれあげてもいいと思うけどね。もう一回。あ、やる気。なんかでももらおう。もらいましょう。これやってるとすげえいいの、そのうちもらえるかもしれない。あ、あこれか。あまたあげドッグ。ドッグだから。なるほど。またでもあげるってこと。まあまあ。いいのちょうだい、いいのちょうだい。なんだ魔物ちゃん人形。あれじゃない、甲子園には魔物が住んでるみたいなあれなの。あ違う。でも装備のところに、あ、なんすか自走さじに相手選手が選びそう。めっちゃいいじゃないですか。いいじゃん。めちゃくちゃいいのくれた。極悪な人形だ。こんな人形あんのか。最強の人形だ。ちゃん人形。これでかいやね。でかいっすね。お、試合来た。よし、俺先にね。あ、あれやるカップする。そうですね、D にしましょう。おっしゃ。よし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 。おせ。おせ。んで、はい。はい。ここあげる？技術が足りない。クリか。はい。はい。よし。お、でも D、C、C、だんだん強くなってきました。緊張してきた。お、決勝。決勝もこれ勝てばいい甲子園。マジで？これあそこじゃ騒がりじゃないですか。そういうこと？え、マジで？うわー！やばい。これもう結構大一番じゃん。そうですよ。これめちゃくちゃ大事。大丈夫かな？じゃあ、はい。四打席目来たらその日打ってる人。調子いい人でいきましょう。まあ実のところ。うわー、マジで。出る！もう負けたらゲームオーバーですもんね。普通に。いやー緊張するな。ちょっと緊張するな。青は7番に昇格。よっしゃ。本当に一個ずつ上がらない。ホームラン打ったから。あんなに打ってる。よし来い。二回の裏。青は可愛いんだよ。頼むよ青は。青は頼む。お、でも2点リードしてる。投げました。うわー。落ちるな進化。第二球。投げた。うわー。すげえ！すげえ！ストレート逃さなかった。振り込んでやったぜ！これはでかい！いいぞ！これ…あ、やばい！ちょっと追いつかれてきてる。え、マジ？3対2かな。リードで迎える4回です。1点差です。ランナーなしという場面で淡路。うわ！一回何？何のあのカーブ？盛り上がる。打ちました。よっしゃ！あくまちゃん人形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 ！くまちゃん人形すごい！ナイス！これちょっと打てねえなこれ！しかし、進化はまだ狙い目か。まっすぐ。うわ、これちょっとこれ！ちょっとこれ打てねえ！いけんじゃん！投げた！進化だな狙い目。進化っすね。第4球を。ちょっとむずい。投げた！おっしゃ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、落ちんじゃん、ダメか、上がりすぎた。おお、アクマちゃん人形。アクマちゃん人形、汚ねえな。これどうする。これもうホームラン、拓也さん言ってください、拓也さん言ってください。リードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面。ピッチャー変わってる。ホームランを打っています。さあ次の投球。うわ、速い。全力ストレート。ルートも143キロ。投球が取れたら3球目打ちました。よし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 。第4球を投げた。ダメだー、ボール球だったー。クマちゃん人形。クマちゃん人形。クマちゃん人形。やばくないで
すげえ、アクマちゃん人形これやばくない？うわ、優勝した。やった、アクマちゃん人形ヒット1本で、あれ全部エラアクマちゃん人形やべえ、やば、効果絶大、やばすげえ地区大会優勝、アクマちゃん人形はやばいな、やばいっすね、最強のアイテムかもしれない、はい、いや、あれはだからガンダーをね、追っかけてよかったよ、うん、よかったっすね、最強のやつだ、うん、うわーすげえ、これ甲子園も優勝あるな、アクマちゃん人形さえあれば、おっ、ビッグスター、ビッグスター、矢部くんやばそうだね、やばいな、球界の頭脳、特殊能力ついてます、多分キャッチャーとして、多分球界の頭脳すごいな、すげえ、そうだ、甲子園行っちゃった、カラス行く、いや、カラス行ってみますカラスって何でカラス、まあまあまあ行ってみますか、なんかもしかしたらなんかアイテムが、初のハズレキャラ行かない方が絶対いいやつ、えっ、レーザービームの方、これでも覚えるとかじゃなくて、あの覚えやすくなるとか、あ、なるほど、ちょっと下がる、うん、経験値が下がる、きた甲子園、なるほど、いや優勝したいな、でも悪魔ちゃん人形があるから俺らには、そうだよ、はい、魔物と甲子園の魔物プラス悪魔ちゃん人形、そう、悪魔ちゃんじゃ、魔物ちゃん人形じゃなくて、あ、そう、魔物ちゃん人形だ、魔物ちゃん人形だ、悪魔ちゃん人形だ、そうですね、レーザービームの方も、お、身につく、やば、カラスやばいな、カラスやばいっすね、え、肩 E なのに、肩 E でサード、あと、あとサードです、肩 E でサードなのに、あわあわっぽいね、技術上げたい、技術でも今先に肩上げましたから、肩上げましょうか、あの全部攻めて E にはしたいですよね、じゃあ行く、うん、50ぐらい、50ぐらい出たんですか、35、しかも35、うん、いいんじゃないですか、それでまた技術上げ、で技術上げましょう、こっちはね、あー、特殊能力もそうですね、これいいんじゃない、私さっきやらなくて、あー、そっか、それも上げときゃよかったな、大ダメ、最後の効果使いたくない、よし、いくよ、よし、加藤、負けたら終わりですよ、いや、大丈夫です、魔物ちゃん人形がある、さあ、春英高校、高校、あうん、カラスマン、矢部くん近いな、ここで見てる長官つけてる長官つけてめちゃくちゃいいよ、すげえやだよね、矢部くんいいよ、あ、来た、夏の全国大会は自分の打席でいいんですよね、操作&8回から全員操作になるっていう、あ、ほんとピンチャンスと9回は全員操作、あ、これ、あ、選べんだ、選べんだ、どれにします、ピンチ、チャンスと9回全員操作、うん、が一番いい良さそうですね、うん、それでいいんじゃないですか、でいい、これだったら勝手に取られてるもあんまないんじゃん、はい、勝手に点取られてとかがあんまなさそうな、でもピッチャーも結構、ピッチャーでもいいもんね、あ、で、これオーダーも上げれますよ、あ、本当だ、もうちょっといい打順にしましょうよ、5番ぐらいにしとく、 DCC、 わぁ、すごいな、チェンジあるもんね、でも2番くらいはいいけどね、そうっすね、2番にしますか、攻撃的2番、うん、で、徳永どんぐらい、徳永でも2といいかな、他はいないっすか、この機械1番ぐらいかな、機械にいい選手はいや、なるほど、先発も土中で、うん、
しなくていいよ、うん、はい、まあ校長さん、よし勝とうぜ、甲子園まず一勝。じゃあ、あの投球もするってことですよね。まあ、そうだね、ピンチチャンス。わあ、いいっすね。中英高校夏の一出番交代にします。一出番交代。うわ、早速守備だ。うわ、抑えてよ。ワンアウト1、2塁。パワフル代理先制のピンチです。怖いな。ランナー一塁二塁という場面でサイが。これ落下セイバー。第9で上げました。初球落下セイバーは。でもちょっと怖いな。怖い怖い、マジで怖い。うわ、ちょっとマジめちゃくちゃ打たれそう。全然違う。ランナー一塁二塁。第3球を上げました。よし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 。落下セイバーナイス。これいい。ピンチもできた方が絶対いいわ。第9落下セイバー軸に。これなんかナックの第2球投げました。低めボールが。やべ。バッコンバッコンバッコン。二塁ランナー三塁回ってホームに。うわあ。マジか。小平タイムリーヒット。すいません。なおもピンチが続きます。第9投げました。アウトローへストライク。第2球投げました。インコース高めストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。一つ外してボール。第4球を投げた。ボールは見てくるな。第5球投げた。打ちました。引っ掛けた。取って、よーしよしよし、あ、青だ。1回の表が終わって1対0。緊張するな。緊張する。お、チャンス。チャンスチャンス。相当二塁とか。お、これは。よばん。青だそれ。落ちた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 。我々我々。おお、守るちゃん。オッケー。オッケー。ナイスです。同点。すかさず同点。俺たちには守るちゃんがいる。一人ずつ行こう。負け越しのピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、第1打席はセンターフライに倒れています。おお。第3球は、おお、よしよしよし。外から入ってくる。オッケー。よっしゃ。よし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 。やっぱ先かな。守備守備。ノーアウト一塁ですよ。ノーアウト。ここ大事です。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、小平。第9投げた。打ちました。初球。やばい。ちょこちょこちょこ。レフトからサードへ。こだわり。こいつ。第9投げました。タイミング合いません。第2球投げました。うわ、緊張する。投げました。外れたボール。第4球を投げました。よし、よし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 。よしよしよし。阿波ちゃん。よし、ナイス阿波。よし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 。ゲッツ。第9投げました。初球空振り。タイミング合いません。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。低めね。追い込んで投げた。やべ。危ねえ。ナイス。第9投げた。ボール。第2球投げた。やばい。投球はこれから3球目。落下セイバー使ってストライク。投げました。よし。落下セイバー。第5球。来い。打った。うん。高めの釣り球。いけね。第6球を投げました。よっしゃ。でかい。ノーアウト判定。ちゃんの才能あるぞ。よしよしよし。いいぞ。取ろう。わ、でもヒットめっちゃ打たれてる。2アウト2塁。チャンス。パープル代に追加点のチャンスを迎えました。押し込むランナー2塁という場面で、あ、勝ってる勝ってる。マモノちゃんマモノちゃん、ショートから一塁へ。アウトかい、アウトかい。ごめんマモノちゃん、えぐ。マモノちゃん今んとこ全部っすよ。ごめんマモノちゃん。いや俺誰がマモノちゃんなの。私の期待、ワンアウトランナー2塁という場面で、今日は先頭内と三振投げました。空振り、これで追い込みました。投げました。一球押し投げた。オッケー。オッケー、ナイス、いいね。先ほどヒットはなく、あー、やばい。カラスマル。ちょっと怖いな。第9投げた。ラッパセイバー見送ってボール。投げた。
アウトコース際どい球。でもいいとこ攻めてるよ。おいいな。空振り。チェンジアップだ。第4球を投げた。オッケー。はタイミング崩してるよ。来い。やべ、ツースリー。アウトコース低め。うわ迷うな。第6球は。来い。打ちました。大丈夫大丈夫大丈夫。よし。オッケー。オッケー。オッケー。いいぞいいぞいいぞ。勝とう。チャンス。カネさんチャンス。おお、マモロちゃんが。マモロちゃん、マモロちゃんキャッチャーも。判断力。ナイスナイスです。おナイス。よく見えてます。第三球は。モモちゃん。いや、ハッとかい。お前全然、お前全然あれだな。お。おお来い行ったよっしゃナイスバッティング魔物ちゃん次魔物ちゃん頑張ってよしあわら魔物ちゃん頑張って協力しないとそうだ、あわちゃんでいいと思うんですよ。1球目ストライクから第2球おお抜けないでしょホームランホームランホームランうわシットを見逃せなかった。おちゃん、オッケー。おお、これはでかい。俺たちには魔物ちゃんもついてるし、いけんな甲子園優勝。いけるいける。よしここ押さえてください、和也さん。オッケーオッケー。春芸大展開で迎えるどうする？ピッチャー交代もありかもしれないですね。強いやついますよね。いる。こいつとか強いじゃないですか。あ、強っ。いっぱいな。こいつどうですか？試すのもありの使いやすいこいつ使いやすいもんなとかを今のうち試しとめっちゃ強いなこいつ津田いいね津田いきますか、うん、パワフル台ピッ、うん、球速遅いけど変化球がすごいまず最初変化球で来ると思われてるから第1球投げました見送ってストライク第2球投げました変化球ストライクアウトローへ投げました見送ってボールスクリューを投げた打ったんやったで打たれるセンターマイクリーヒット二塁セーフ今のは間違えた今のボールにしようと思ったらうわやべえこいつなおもピンチが続きますアウトコース低めボール第2球投げたこれはまだねスクリューを見せてないそうなんですよ温存してるんですね第3球を投げた危ない球ワンツー投げたよし、4点カメラとこれで逃げるスクリーでいいと思います。ナイス！カラスマル君だ。でも大丈夫。カラスマル手玉に切ってるから大丈夫。おしもう初球でビビらせる。ボール内角へ。第3球を投げました。流し打ち。内野ゴロ。徳永ボールを掴んだ。オッケー。オッケー。危ない。オッケー。オッケー。オッケー。三者残塁。よしよしよし。チャンス来た。津田ちょっと待って。変えます。でも D E なんで、もうちょっと投げさせても。第9。初球打ち流した。取ってやる。スリーアウトチェンジ。結局ランナー2人残塁。春英大展開で。別に津田の評価が下がるだけだな。大平。第2球。いや俺は尺とか調節する。あ、なるほど。ワンボールツーストライク。追い込みすぎるかな。長くなっちゃう。さあ、5球目。来た。ボールは見るね。第6球を。あれこれコールドとかにするとすげえ上がんだっけ。一塁線切れました。コールドねえか。コールド多分ないね。ランナースタート。やばい。やばい打たれた。ライナー破った。ワンバウンドヒットになった。中英点差を4点に。まあ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 まだ。ちょっとピッチャー。買います。ちょっと早いやつ。でいっぱいいるから。あ疲れた。だんだん疲れてた。いっぱいいるからね。そういいよやばいのそいつ使っても。全員遅いんす。あでもこいつ早い。早いけど。そうかね。こいつも悪くないです。全然チェンジアップだからそんなに曲がんない。どっちもあんまり曲がんないよね。じゃこっちでいきますか。好きなんでいいよ。よし。あマキ。イケメン。マキ。どんくらい曲がるか。お結構曲がる。たまき。でスライダーがオッケーです。これだったら外せるかも。第9投げました。シュート決まってストライク。第2球。ボール。第3球を投げました。いいよ。ストライク。第4球を詰まれました。外れたボール。
うん、詰まらせるっていうのは。どうしようかな。第5球投げた。よっしゃー、いいね。よし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 。8回の表が終わって6対2順位あ追加点欲しいな。お、守備9回いよいよ最終回を迎えました。これ5回のトップバッターは前走差。今日はここまで4打数1。まあでもこいつはホームランとか打たれても最悪大丈夫なんで。まあ4点差でいいよね、はい、このピッチャー。そう、ランナー溜めないようにしましょう。投げた。シュートはストライク。第2球。こいついいリリーフですね。買いまたぎみたいなのもついてるし。第3球をリリーフのエース。投げた。決まってストライク。おお、打ちそう。次は4球目。ぽい。高めボール球。ああ、止めた。まあ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 。こいつはこいつは打たれてもしょうがないです。左バッターここから抑えれば。5番小平。今日はここまで4打数2安打。怖え。さあ次の投球。打った流し打ち。わあ、まあまあ。第3球を投げました。1球外してボール。投げました。打った痛烈だ。やべえ。やべえ。変えるか？でもいないよね。変えてなきゃよかった。いや。第9投げました。ストレートはストライク。第2球投げました。スライダー空振り。これで追い込みました。一つ外したボール。投げました。打ちました。やべえ。クリーンヒット。やべえ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 。変えよう。じゃあ変えよう。やべえ。やべえ。2点差。変えますか。変えましょう。マジか。変えよう。どうしようこれ。うわ、なんかやばいな。ナックルありますよ。ナックル行くか。ナックル行きましょう。ナックルボール。こいつ。行こうこいつ。こっち？こいつ行きます？うん。まあでも確かに。早いし。やべマジか。第9。まだ2点差ありますから。そうだね。まずは決めてきました。初球ストライクから打った。あれ？ライト飛びすぎた。やべえ！やべえ！やべえ！全然打ち取れねえ。なんだこいつら。なんでこんな打ち取れねえの。これきついな。なんでこんな打たれんの。いや、でも打ち取るんだよな。2球目ストライク。甲子園なのかな。第3球を投げた。決まってストライク。追い込んでいます。投げた。進化は大丈夫大丈夫。もう強気でいこう。まあ、最悪追いつかれる。おーし、ナイス。もうちょっと、もうちょいこいつめちゃくちゃ打ってる。第9投げた。初球外れても投げました。決まったストライク。少し迷ったか。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。さあ、あーごめん。ホームに帰ってくる。今取れたよ、動かなきゃ。6対6。パニックった。マモノちゃんはこっちにもマモノちゃんだったのか。盗塁決定。投げました。シンカー見送ってストライク。球何やってんだろう。第2球見送ってボール。投げました。危ない球。これ。さあ4球目森下盗塁だ。投球ストライク。そして盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。よしよしバッターゴー。三振に切って取りました。負け越しのピンチで迎えるバッターは大平。投げた。やばい。何しろ。オッケーオッケー。どこ。もう大島渡さなかったもんね。俺によしよしよし。大丈夫大丈夫。ここまだまだあります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 。ここで取ればいいんだから。さあここは守備をかけパワフルダイ。この回の攻撃はラストバッターから。そっか、攻撃3ラストバッターはまず完全に外れたボール。第2球投げた。おっしゃ打ったい当たりだ。もう強強ナイスバッチング。いける。センターからセカンドへ。いけないか。あ、いけますよ。いけた。いけた。いけた。まあ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 大事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 。打順をトップに帰って送る。送ります。どうする。いや、行きましょう強行で。第2球投げた。うわ、なんか急に息吹き返したな。第3球を投げた。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。よしよしよし。危ない球。第5球投げました。打ちました。うわー、マロナちゃん。2アウトランナーなくなりました。第9。ちょっと見えない見えない見えない。あ、ごめん。マロナちゃん頼む。うわー！
劇的劇的さあ、おーちゃんおーちゃんおーちゃんなにこの試合なにこの試合おーちゃんなにこの試合すげえナイスおーちゃんマジでこれはすごい試合だドラマ俺やばいかと思ったドラマがすごいなメジャーマジで危ないなメジャーでありそうな試合だな